みんなこんにちは。今日はこちらレスキュー4、緊急車両の働く車のおもちゃだよ。このレスキュー4は B セットと A セットがあって、今回はこの水色の車、緑の車が入ってる A セットになってるよ。それじゃ早速開けてみるよ。ここをスポット開けると、はい、中にはこの4台の車1個ずつ見てみよう。まずはこの水色の車、ここにポリスって書いてあるね。これは水色のパトカーだよ。ぐるっと見てみるとこんな感じになってて、とってもかっこいいパトカーだね。ここにマークもついてるよ。かっこいいね。はい、次はこの緑色の車、ここにはセーブって書いてあるね。後ろには荷物が乗るようになってるよ。緑色の車で上にパトランプもついてるね。かっこいい緑色の車だよ。次はこの黄色い車、この黄色い車もポリスって書いてあるね。これは黄色いパトカーかな。911だから日本じゃなくて海外のパトカーになってるね。黄色くてとってもかっこいいよ。はい、最後はこの銀色の車だよ。ここにはポリスって書いてあって、青と黄色のマークになってるね。ぐるっと見るとこんな感じになってて、上と後ろにパトランプがついてるね。これは銀色の輸送車かな。かっこいいね。はい、このレスキュー4の車たち、トミカのパトカーと比べてみるとトミカよりちょっとだけ小さくなってるね。トミカはダイキャスト製なんだけど、このレスキュー4は樹脂かな。ちょっと柔らかいプラスチックみたいな素材になってるよ。はい、このレスキュー4は全部プルバック式になってるから、これを引っ張って離すと走るようになってるよ。全部走るよ。緑色の車も走るよ。はい、今回はこのいろんな色のパトカー、緊急車両になってるレスキュー4 A セットを紹介したよ。とっても綺麗な色で面白いから、みんなも遊んでみてね。みんなこんにちは。今日はガブガブバイキンマンのおもちゃで遊ぶよ。集まって。はい、今日はこのガブガブバイキンマンで遊んでみるよ。バイキンマンをカチッと開けて歯を押していくと、いてててて、こういう風にガブってなるんだけど、これを働く車のみんなでやってみるよ。ガブッとされた人が負けだぞ。それじゃあ早速やってみよう。まずは口を開けて、じゃあまずはパトカーくん行くよ。パトカーくんはここカチッと、あー、パトカーくんいきなりガブってされちゃった。パトカーくん負けだよ。よし、それじゃあもう一回やってみよう。カチッと開けて、じゃあ次はゴミ収集車くん行ってみよう。ゴミ収集車くんはじゃあここの歯をカチッと、よし、ガブッとされなかったぞ。よし、次は救急車くん行くよ。救急車くんはじゃあここの歯行ってみよう。ここの歯をカチッと、よし、救急車くんもガブッとされなかったぞ。次はブルドーザーくん行くよ。じゃあブルドーザーくんはここの隣の歯行ってみよう。ここはどうかな。よいしょ、カチッとしたけどガブッとされなかった。ブルドーザーくんセーフだよ。よし、次は真っ赤な郵便車くん行くよ。郵便車くんはじゃあここの歯行ってみよう。行くよ、カチッと、よし、郵便車くんもセーフだぞ。次はショベルカーくんだよ。ショベルカーくん、ここのアームでカチッとやってみよう。ここの歯をカチッと、あー、ショベルカーくんバイキンマンにガブッと食べられちゃったよ。ショベルカーくんの負けだよ。それじゃあショベルカーくんを助けてあげて、よいしょと、僕もガブガブバイキンマンで遊びたいよ。あ、ランボルギーニくんが遊びたいみたい。じゃあもう一回行くよ。じゃあランボルギーニくんはここの歯をカチッと、ランボルギーニくんセーフ。次は消防車くんだよ。消防車くん、ここの歯をカチッと行ってみよう。カチッと、あー、ショベルカーくんガブッと食べられちゃったよ。早いね、ショベルカーくんの負けだよ。はい、今日は働く車のみんなでこのガブガブバイキン、あー、ガブガブバイキンマンで遊んでみたよ。とっても楽しいからみんなも遊んでみてね。これで動画は終わりだよ。次の動画も見てみてね。次の画面でチャンネル登録をしよう。
ボンボンのマークがあるから見てね。バイバイ。バイバイ。